おはようございますあの今日とうとう最後の,あの一緒にいる、まあ明日もいますけれどもあの、みんなと一緒にいることがあ最後ですけれども、本当、この4日間、すごい私にとってよかったなと、皆さんもあの役に立てたらいいなと思います。もうあの今日予定は この最初1時間がちょっとデボシンでやってもう内面的な話をやりますそして、まあ、休憩のあとで,ですね、まあ、皆さんのちょっと安心の祈りをしていきたいと思います、まあ、まずですねこの卒業する6人ちょっと神様の言葉が耐えられるように信じていますそして、まあ、その後どのぐらい時間まだあるかどうか見ますけれども あのもう死を待ち望みましょうと思ってますあの今日のために乗りましょう天皇とおさま私たちがあの今日何があるか分かりませんただ私たちがあなたの未定の中にいることそれをよくよく信じます私たちがそれぞれのコンディションありますですね健康の状態 家族のこと、良い一日、もうすごい最高だと思っている人もいるし、今大変だと思っている人もいますけど、私たちは全員が何の気持ちがあっても、あなたは主です。今日も聞きしてがいます。もう先ほどあの、カレブみたいに、それでもやります、頑張ります。 ヨシオみたいにちゃんと準備してますそしてアブラハムみたいにもう私たちがその約束国がそのあ行くどこに行くか分からないけど行きます導いてください今日のメッセージもお願いいたしますみんなによって祈りますアメンあの、まあ、わざとこの言葉置いときましたですね守られた私クリスチャンよく使うんですね 守られたっていうですね聞いたことあるよねあ,あんまり教会内のあ外の人たちあまり使わないけど私たちがよく「守られたんだ」とか「神戸から守られたんだ」とかよく言いますですねもうクリスチャン長い私の家内がこの言葉大嫌いです <laughs> 今説明します 私たちがよくこれを使っているんですねけど考えるとですね守られてないことも多いじゃないですかという <laughs> 正直言いましょうね <laughs> あの去年ですねあのもうコロナが来たのは2年前今頃ですねその1年間 守られた守られた守ハレルヤと言いながらですね4月になったと私かな彼女の両親妹みんなコロナになったんですねでこのデルタの前のやつだったんですねそしてもう本当に大変だった私の人生の中で今まで一番苦しんだ病気だった そして、まあ、家内が4日間ぐらい大変だったけど私12日間ですねまあ「はい」まで入らなかった「ハレルヤ」「守られた」<laughs> と言いたいですけれどもけどずっと39ぐらいの熱がもう10日間以上続けてましたですねもう苦しんででもうなった方がいると思うんですけれどもやはりその熱があると。 もう変なことを考えるんです、ね、もうこれほど苦しいだった死にたいともう私が終わりんだと守られてないんだとかよ,よくそれありましたですねであのだから私が皆さん守られるように祈ってますよ病気にならないようにけど去年の夏私がもう一人私 クリスチャンになった頃ですね私ずっと弟子を作って訓練してくださった先輩がアメリカでコロナになって私よりちょっと2年上ですけれども彼がこのコロナで死にましたですねだから考えて彼が守,れ守られてなかったんですかね私病気から治った守られたと言えるんですけれども けど彼が治ってなかったのは守られなかったんですかとだから今日一緒に考えたいですねまあ普通メッセージが信仰癒しするんですけれどもけど今日ちょっと逆の方向に行きたいと思うんですねあの私去年ずっと使徒行伝を勉強してましたですね、まあ、聖書持っている方は開いてください十二章ちょっと見たいと思いますですね でこの、まあ、12章のあ、まあ、ストーリーありますけれどもちょっと拝景しますですね。12章入る前にやはりその時まですごいこといっぱいあったんですねドラカスが癒されたコロニーリアとペトロと会って精霊が異邦人の上に下りましたとかもちろん日章のペンティコステの時もあって。 けどその中でもう一つはあったんですねステパノが殺されました聖書大好きのはね両方見せてくださるんですね良いことこれからすごいこと神様何でもできるよということみんな信じてるんですねそれなのに死ぬ人もいるんですねで皆さんこの首都教電12書絶対読んだことあるんですね多分何回も読んだことあります 大体いい私たち読み始まるのは4節ぐらいですね3節ぐらいかなこの1節と2節今置いてありますけれどもこれ結構読んであまり考えないですね今日そこからスタートしていきたいと思いますじゃあ声を出して読んでください、はい、その頃ヘロドエは教会をある人たちの迫害を手を伸ばしヨハネの兄弟 薬房を剣で切り殺したハレルヤあんまり考えたくないですね薬房が守られましたか分かるどうしていかないがその言葉嫌いのもちろん守られた素晴らしいことですねまあこれ安心してくださいこのメッセージを最後で守られたらいいことと言いますので安心してくださいけれども <laughs> まあ、さっっき言ったこれ一つのの説教のテククニックですねこの守られてみんなちょっとショックするような方法でスタートしたんですねけどこのやはりこのまあ役が剣でヘルド王に殺されてしまいましたとまあ私たち皆さん聖書学者ですけどねこの役簿が誰か分かってますかね聖書なら薬簿いっぱい出るから。 けどこれが教会の中で説明するとちょっとここで止まった方がいいですね。でそれがこの役母がヨハネの兄弟です、ね、後でもう一人の役場が出るんですねそれイエス様の弟というんですねでそれ役母師匠が書いた人はそイエス様の弟だからこの死んだ人が書いて手紙じゃない、ね、だからあのそれが教会の皆さんに説明するんですね。ももしかしししかかるみんなも混乱してるから説明しました だから、このヤクボが、考えてください。いつも、イエス様、3人と会ったんですね。ペトロとヨハネとヤクボですね。けど、いつもヨハネという前にヤクボを言ったんですね。ピーター、ジェームズ、ジョンですね。ビッグーですね。一番親しかった。一番この3人の上に、これから教会を作るかなと。弟子の12人の中で1人です。ステペロンが殺されたんですね。 でステプはちょっと違うレベルだったんですねだからこのヤコボが殺されたんだと皆さんあの当時の神道がどれほどショックだったでしょうかとやはり聖書をゆっくり読みましょう、ね、あんまりスピードするとその本当のエッセンスがわからないからここちょっと止まって。 彼らがこれ、もステプロのことはあったけども、いいこと、いいこと、いいこと、教会成長している、すごい奇跡とか、ハレルヤ、もうヘブンみたいですね、でペトルとヨハネとか、みんなもやってるとで、ヤクボが、やはりヘロド、ヘロデですね、ヘロデが、あとでもう先生、ヘロデもいっぱいいます、このヘロデはめちゃめちゃ悪いやつだったんですが、 けどこのヘロデーはあのやはりユダヤ人の心を取ろうとした人ですねこれイエス様を殺したヘロデーとちょっと違う人だったもう同じ人だった今覚えてません、はい、<laughs> とにかくこのヘロデーがもう彼はあのあこれ違うヘロデーだった、ね、こ,のこのヘロデーはユダヤ人が大好きだったそうですね 彼結構ユダヤ人とうまくいってたんです。なぜかこのユダヤ人の心を通るためにいろんなことをやってました。ヤクボを殺したのはユダヤ人のためです。ね、あのバプティスム・ヨハネを殺してヘロデと違う人ですね。でこの人がやはりそれをやっぱり政治家。だからあのすごいクリスト教が嫌いということじゃない。 迫害と書いてあるんですけれどもユダヤ人が今,今のところです一番クリスト教を迫害してたのはユダヤ人ですねパウロがまだサウルだったんですねこの時期ですねでその時がやはりこの戦いがまだあってたんですね、まあ、とにかくその頃で殺されましたと書いてあるんですねその頃ゆっくり考えてこの一番良い時で もうその大事な大事な人物が殺しましたあ奇跡もあった大変こともあったということですねもうまあ墓会している人教会の生活やっている方々は分かるんですねいい時もあるけどもう私も本当奇跡何回も見たことあるんですよもう神様すごいことをやったんですね けど人のために祈って次の日で死んでしまった時もあるんですね夫婦が仲直りしてなんとか回復するようにもう何回もその奇跡が見たことあるけど残念離婚してしまって大変になった夫婦もいますですね子供が帰ってきましたほっと息子が帰ってきたという家もあるんですねけど帰ってこない家もありますそれは正直ですね まあ、この人生の中で大変なとこもありますですね。まあ、先ほど言ってこの,あの3節もう一度見ますね。このヘロデがユダヤ人たちがこれを見てもうこれが良かったなと思ったからもっとねナンバーワンに取ろう。ね、ナンバーツーも殺したから役部。今度ナンバーワンやはりペンティコステの日で立てて。 もうあの当時多分教会一番リーダーであったペトロも捕まいました大体私たちこのストーリー読み始まるはここですね「ハッピーエンディング」があるから、ね、でこのペトロを捕まえてそして捕まえた時がもうペトロがこのやはりこの4節5節を見るとすごいですね彼がガードが前も後ろももう全部数えてると16人ほど彼がまあ見あっまあの。 見守ったじゃなくて、まあのあのガードした人がいたんですね。なぜか数,数,数年前ですね、このペトロがもうロイヤーから出ちゃったことあるんですね。だからこれ二度とならないようにすごいチェーンをつけて、もう彼がその中でそのことをやってましたですね。 そして、もうこのペトロもこの,アンソあの杉越祭りが終わってから彼も殺そうとしましたです、ね。けどこの6節を私見るといつも感動します。一緒声を出して読んでください。はい、ヘロデが彼を引き出そうとしたペトロは。はい。 これがよく考えて寝てた皆さん悩んでる時があまり寝ない人が多いですねけれどもこのペトロが寝ていましたということですねもうなぜかペトロ多分自分が死ぬんだって分かってたんですねもうもう委ねた,た私このペトロを見ると すすごい勉強がでできるんですねもう役束が殺された自分も殺されるかなまあ寝ましょう <laughs> あの心は最高ですねねそれが勉強ができるんですねまあ何十年後ペトロがこの言葉を書きましたこれが声を出して読んでくださいますかはい だから神の、はい、も,うもちろんもちろんこのペテロがこの書いてる人たちもうすごい迫害の真ん中だったんですね。で彼が結構自分の経験から言うことができたんですね。皆さん迫害 分かってますよ。自分も取りましたよ。けれども、この英語の聖書き、こう書いてある。Entrust their souls という表現を使おうですね。もう創造者に自分の魂を委ねるが良いと書いてあるんですね。もう委ねる。これがクリスチャンの人生の大切なことですね。まあ、私が 大変な状態けれどもこの魂このハートこのソウあなたに委ねることができるそして寝ますいいですね言うのは簡単、まあ後でもう,もう少しそれどうしてできるのか説明していきたいけどペトロ本当そうだったんですねだから私が、まあ、決断から言いますけれども役場も ある面で守られましたよなぜか役場が死ぬ必要あったんですねその死んだおかげでもうみんなもっと必死で祈るようになった教会になったやはりこれが例の戦いですよこれはただの何かフランチャイズもっと広げましょうとかビジネスとかじゃなくてこれが天と地の戦ってるのでみんな必死で祈る必要ありますそう書いてあるんですねみんな祈り始まりました もう役部がやはり人生短かったかもしれないけどすごい意味がありましたですねだから彼もある面で守られましたでこのロイヤの中にいるペトロも守られましたと書いてあるまあストーリーが続けていくと天地があの神の天地彼のところに来てその光をピシャーやってもうそれでもこれが浅い眠りではないですよ。 もうすすごい寝込んでったんででた、ね、もう光パーッきてそれでも起きませんでした。で書いてあるのはもう撃ったんですね。ペットローコン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 私もすごい寝,寝込むタイプですね。地震型は全然わからない。ポンポンポンとかなはやらないと起きられないタイプですね。ペットロはそうだったんですね。早く起きなさい。そして彼の場合ヤコブの場合これの方が場合が 鎖があの落ちてししままいましたそしてもう彼もう全部読まないけど11節に入るとやっとロイヤーから出てくるともう彼の我に戻ったんですね。でそこであと思ってやっとですね自分がレスキューされましたですね。そしてもう,あのもうみんな私死ぬと思ったのにヘルドンもそうですねユダヤ人もそうですけど私が。 もう本当神様は私のことをレスキューしましたと書いてあります,です、ねまああの。ちょっとメモをもう一度見ますけれどもペトロがあのロイヤーから出ることができましたもう一度言いますですねあのジェームズ died、ね、役場が死にましたペトロが生き残りました ピーター lived, b し t b けど、二人とも神様の御心の中に入りました。あの、これ、リーダーシップが長く続けるために、これ理解するのは大切ですね。正直者になるのは大切です。私たちが時々クリスチャンがすごい、あの、 さあの昨日話したのあるんですねイコグリコをやってしまう大変な時で平気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 じゃないよねけど外側でパフォーマンスやるねある面でし信仰を送るために行うですあめけれどもねあなたの天のお父様が彼の前に行くと 正直者になってほしいです、ね、で聖書の,あの中でもうい,いろんな詩篇あるんですね私は篇からいろんな曲を作るんですねまあこの歌あまりみんな歌ってないんですねけどダビデがの作った歌でちょっと読んでください「主よ起きてください! <laughs>」「神様あなた寝てるんでしょう」とか言うてね「<laughs> なぜ寝ておられるのですか?と」と やっぱりりここでで彼の中にあるる怒りが見えるんですね神様何で寝てるのか寝てるわけではないですよけどこれが聖書に入いてますですね目を覚ましてください我らを常しえに捨てないでください捨てられた気持ちがあったんですねなぜあなたは三顔を隠されているのですかなぜ我らの悩みと知恵と なんだっけ知恵、シエタゲをそわ忘,れ忘れになるのですか ?Why have you forgotten us? というです、ね、あまりそのような祈りをしないけどだいたいダビデの3回読むとこれがこのような賛美が出るとこの文句文句やだ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 けどその先ほど話したピベットの話あったですねけどその 曲がってけれどもあなたのサビしますけど大事のは最初その「いや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 や」というのは大切ですよアメンですかここにいるお父さんお母さん子供が「いや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 というのはしばらく許すんですねけどそのあとではいやめましょう十分ストレスが出たでしょはいじゃあ聞いて とということになる神様はそれを私たちにやってあんた、ね、文句言ってるからお前を捨てますとかじゃなくてやはり大切なのはあっちこっち文句言ってない直接神様に文句言いなさいそれがリーダーですあっちこっち文句言うとみんな変な影響になってしまうけど怒ってるとかわからない時わーい!」という祈りがよく私がやりましたですね だからそれがいいです。なぜそれができるのか、まあ、あの、これがイエス様の祈りですね。イエス様が、イエス様が十字架で死んで、どんな参加を歌ったのは、やはり詩編の22編を歌いましたですね。まあ皆さん、我が神、わが神あと言ったんですね。英語で、My God, my God, why have you forsaken me? 私を見捨てられてるんじゃないんですかで、神様がそれが聞きました。皆さん、あのこのクリスチャン続けられるために、それがすごい大切ですね。やはり聖書の中で、あのこの解釈の一つ大事のはね、やはりずっと流れてるテーマがある。 そのテーマを見ると私が安心して聖書をみんなに説明する。で、この全部祈りが答えられているというあの全部祈りがその人たちに願った通りに答えられているのはないことが多いです。そ,それが理解してください。ねまあ、アブラハム、私たち見たね。何十年間待ってます。やっと来たんです。彼が死んだとき、まだ約束国なかったですね。 彼が死んだ時は遺作しかないです、ね。あなたがもう大勢の国々の父になりますよとか遺作です、ね。もちろんヤクボもそうですねあの。イサクもそう、ヤクボもそうでしょう。ある面で、モーセも自分の約束国に入りませんでした。聖書の中でそのテーマがよくあるんですね。クリスチャンが最初からこの 守られたよ、守られたと言いながら、けれども大変なこともありますよと、私があの初めてこの札幌の教会あの来たんですね。そしてその時に、もう一人の若い、あのもう後ですごい牧師になった人ですけれども、けどクリスチャンになったばっかりですが、彼があの伝道集会に明しとメッセージをやったんですね。で彼がそののメッセージの中でですね皆さん 私、クリスチャンになりました。もう幸せです。本当幸せです。ね、本当幸せだったね。もうクリスチャンになると、ですね人生が全然、試練はないです。もうこれから毎日、ハッピーハッピーハッピーハッピ,ピー、イエスマシンしましょうで、みんな、はーイと言った、ね、メッセージが終わったら、あ彼が言っていること、ちょっと間違います、ね、試練がありますよ。 大変なこともありますよそれが理解しないと後で大変なことになるんですね。アメンですかけどこのこれ同時にですねこの疑問このクエスチョンですねなぜということが私たちが理解してもあの理解する必要はあります、はい。じゃあ自分がこれからどんなふうに自分がこれが。 超えたかととちょっと説明しま,すです、ね、まああの多分、うん、何十年前ですけれども、まあ、教会開拓始まりましてすごい頑張ってたんですね、まあ、さっきあの昨日一昨日か分からないけどその話ちょっとやってたけどでこれはっきり覚えてるんですねあのクリスマスのアウトリーチやりましたね。 めめちゃめちゃゃ大きいたんですねかなりいっぱい料理を作ってもうホールを借りてですねそして自分がギターとか音楽とか全部飾りとかもういっぱいチラシを配ってみんな呼ぶようにとか友達電話したりとかもう,だもうそしてもう今回すごい伝道になると思いましたねであのそのクリスマスの礼拝がやるともう来たのは ちょっとわずかな教会の神道だけだったんですね。まあ、神道あ,のあまり神道なかったあの教会23年ぐらいですね。で一生懸命やっててあんまり結果なかったと。 でそれがもうみんなパーティーが終わってみんな私のみんなの前でいにくいにくしながらけど家に帰ってもうこれ家の行ったら私絶対これ夫婦喧嘩になると思分かったので私の態度悪いから散歩行きます <laughs> で散歩行きながらもう神様私の人生なんでここに連れてきたんですかねやはり男の中でその特にその野心があるでしょうねなんで 隣のフィリピンに同じ私と時期で宣教師やってる人の教会を見るとボンボンボンボボボボボ成長してるいろんな自分の仲間ボぼボぼボボボボ成長してるとか「自分は何にもなってないですね」とか「神様私のこともう殺したいですか?」とかもう本当もう神様に怒ってたんですねけど歩きながらあのまあ 多分このようにちょっと感じたんですねもういいですか?」という感じました神様「もういいですか?は」い「もういいです」と言ったで, <laughs> でそこで来たのはあのバプティズムのヨハネの話が出てここは彼のことは書いてあるんですねあのバプティズムのヨハネがもうこのやはりイエス様が来るように準備の 役割だったんですねそして彼一生懸命ミニストリーやりましたですねもう本当厳しい人生やったんですね人の洗礼をさせたりとかまあとうとうねヘルデー王先ほどのヘルデー王と違うヘルデー王が彼を捕まえられましたですね童屋入れたんですでこの童屋にいる間にいろんな話が来てるんですねでイエス様が罪人と一緒に飲んだり 食べたりそしていろんなイエス様批判のお話を聞いてましたですねで自分の中でこの人のためにやったか私の人生本当良かったかだから弟子がイエス様のところに行ったんですね先生私たちのヨハネ先生があなたがメシアか覚えてますかそのストーリーねあなたかそれとも後でまた来るかどっちですか でちょうどその時、イエス様は人を癒したりとか悪霊を抱いしたりとかそして貧しい人々に福音を伝えていましたとかでイエス様はこのように言いなさいですね。もうその貧しい人が福音が届いている目が見えない人目が開きました。でこの表現を言ったんですね。私につまずかないいものは幸いであるの つまずかないものは幸いであるでこのことは私強く聞いてたんですね、まあ、レイマみたいにねスコット私のことつまずかないで信じてこれ全部意味がありますよとでそれやはりね今私皆さんにこのようにやってたらちょ,ちょっとだけでそう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 けどやはり 聖霊様がそれ皆さんの心に入れてほしいですねつまずかないでと覚えてますかあの,あのカイローポニキアの女の人が言ったんでしょ子供がすごい病気であの悪霊があっていっぱい娘だったねで彼女はわざわざイエス様に入って最初弟子たち入らないで入らないで入らないけど彼女は思い切って入ってきたんですねイエス様は即時事食べてるんですね「主私の娘を癒してください」と言った覚えてますか でそのイエス様は最初彼女を無視したと書いてあるんです。わざとつまずきを作ったんですね。ねで彼女はそれをおおお見て膝まついて「主よ私の娘を癒してください解放してください」で。で私や,やっとイエス様は認めていですね。私がイスラエルのために来たよ。ですごいひどい言葉を言ったんですね。イスラエルじゃない人たちに私のパンをあげるわけではない。 すすごい差別の言葉ですね私それを見ると2つですねもうイエス様の弟子たちひどいです、ね、彼女上えいえてるイエス様会いたいあんたダメだとそのように皆さん教会のそのようなアッシャーがいたらすぐクビにするんでしょ、ね、けど彼女もうそれでも入りましたでそこで愛する恵み深いイエス様がある面でお前が犬だと言った けど彼女の素晴らしいことはいいのでもいいです主人のテーブルから落ちたパンの,あの数があったらそれで十分ですでそこでもうイエス様が先ほど言ったピベットをしましたでルカおいで聖職書,書いてないけどねマタイおいでここが あとで福音書を入れなさいと言わなかったけどあのけれどもここが本物信仰ですよこの人がつまずかないでそれでも続けて信じて植えかわいてこれがもうブリシャーが面白い言葉ですねメガフェイスメガ信仰ですだから他の人々はも一回 理解しか使ってないなですねその言葉新約聖書けどこの女の人が私たちのために勉強しなさいこれは本当の信仰ですで私その話を覚えてまたこの話を覚えて多くの人々がつまずきを選びます祝福を選べませんつまずき。イエス様あのようなことをやって 神様はあのようなことをやった教会はそのようなことをやった私何年前あの癒しの集会行ったんですねアメリカからあの有名な先生が来てで本当私名前言わないけどあの先生はあまり好きじゃなかったんですねもうすっごいあのやり方私嫌いだったんですでその集会行くために切符を買わないといけない で私がその切符を絶対買いません何か切符を買った一週間行くともうその人ただお金だけ考えてるんだとかすごい批判でつまずきました、ね、けれどもうちの協会のメンバーが「先生切符買ってあげましたよ」と言ったの <laughs> だから行かなければならなかった <laughs> で態度悪くて悪くてで最後の方に行ったんですね最後もうずっっとと千葉県のところまで行った 千葉の会館のところに行ったと、まあと最後にちょっと後ろの方に座りますで入った時ですね3便みんなやってる間にそのあっしゃやってるのは私のことをよくしたスコット先生!」と言ったんですね「先生実は一番前の列あなたのためにシートがセーブしてますよ」とか「あそうですか」とか。 で連れて行ったんでいつもみんながこの遅れてきたスコットダウンの牧師が来てるんだとかもうちょっと大きいから分かるんでしょうねでその「はいはい」と言いながらあのそこで座ったんですねで自分の中でつまずいてとこの人つまずいて「神様なんでこの世の人使ってる?と」とこの服を着てるとかそのテクニックをやってるとかふーとやったりとかいろんなことやっててとか文句文句文句言いながらでそれ神様が「 黙りなさいとつまずき選ぶか私を選ぶかと自分は今ちょうどそのようなメッセージやってるやろとまあ神様大阪弁で喋れないんですけどはいあの私が教えてることをちゃんと聞きなさいとだから,うんだからそ,のその先生が「ここのことをやったんですみんな立ちなさい」と言っ私立ちたくない」「隣に手をつないでください」「はい」と。 これから聖霊様みんなの上に吹きます、はあ、これテレビで見たことあるんだうと思って <laughs> であのそしてそのその先生一番私嫌いなことをやったんですね一、二、三。<laughs> 知らないうちの私が倒れてしまいましたです、ね、もう聖霊様たちの上に来て もう,もう忘れられないですね今でもそのようなやり方好きじゃないわけれども私それを通して私のプライドでどれほど祝福がなくしてする可能性があるのかとだから私それもうすごい悔い改めましたですねこのヨハネがつまずき選ぶか 私を選ぶか、ね、分からないことが分からないもちろん聖書を一生懸命読んでそのまあ「み」があるかどうか判断する聖書書いてあるんです正しい方法でやるけれども分からないことだったら分からなくてもいいですということがこれがあの私にとって若い時で習いましたまあ 一つはやっぱりこの主点ですか主点です視視点点ということ英語で「perspective」というですねあのこのヘブルのこう書いてあるんですねもうヘブルの11章この中で約束を見てない人のリストがあるんですね約束は信じながらまだ そして死んじゃった人ですと書いてあるんですね。で、あの、まだその信仰を。信仰を、まあ、一生読んでくださいますか。はい。これからの人はみんな信仰を抱いた死んだ。また約束のものを受けてなかったんだが。はい。 そして、まあ、この望み見て喜びと書いてあるんですね。はるかにそれを望み見て喜びですね。They greeted them from afar, but having seen them and greeted them from afar ですね。それが私たちの一つですね。今、この遠いところ、見えないけど、主が行ったので、見えます。ね、あのすごいギャップあるんですね。 自分の今の現実と神様の,その成就している約束です。ね、でそれを理解するようにいつもこれ言うんですね聖書の中で面白い言葉があるんですね。あの英語でロープ「ロープ」「ワ、ナワあるんですね。でナワがあのあのヘブル語でですね一つが希望の訳は <coughs> その同じ言葉を使う。 <coughs> 希望、ロープですあの。例えばですね、ラハブがあの窓からあの赤いコードを出したでしょ。そしてそれが赤い名は赤いホープを出した、希望を出したんです。だからユ,ユダヤ人あ希望ですねでそれを考えるとあ、そうですね、希望は私たちのロープですね。 だからその遠いところの約束は見られないけれどもこのロープがあるんだつながりがあるんだ見えないけれどもつながりがあるんです、まあ、釣りのことを考えた釣りに行くとあのまあグアムに住んでいて時々船を乗ったで大きなカジキマグラとかそのようなものを。 あのやりましたですねでもうそのラインがもう何百メーターのラインが出るんですねそしてもうそのやってる間にもうこの,あのライン急に音が出るんです<ス>みたいにねそのあのやっぱり魚がつかんだでそれがどんどんラインが出ていくんですねでそこで私たちがその棒末を取って<ス> ね、もう大きければ大きいほどもう疲れるんですけどねけどまだ何も見えない海の中にけれどもめちゃめちゃ感じるんですね雨ですかそれが希望ですでそれはただ「I hope so」とか「なったらいいな」じゃなくて神様の希望が感じるぐらい皆さんそれが私たちの衆の愛と ね、Faith, Hope and Love 信仰と希望と愛の希望ですね時々その魚やってる、疲れた疲れた。けど魚だったら時々るるるる飛んでいく時もある an あ、ほんまにやるんだとか分かって <laughs> 神様がそのようなことも与えますねこの希望を持っていくんですねだからこの Perspective 今見えないかもしれないけど遠く見える で私の人生の中でそれ成就しない、それでもいいです私の役割をやりたいと思います。アメンですかでもう一つは、やはりこの、Sovereignty of God というのを、まあ、主権ですね。あのこれが大学ごろの時が与えられた言葉ですね。あの一緒に読んでください,、はい。我が思いは、あなた方の思いは、だって はい、だからそれが蓮さんそれも自分の一つの,あの大切な御言葉のリストの中に入れてください分からないこといっぱいあるんですねね天と地とあれほど違うのでねあの私全てしてるわけではないけど私はしてることは何ですか神は良いお方です そしてローマン発祥28節すべて駅のためにやってます。主に愛してる人だったらね。主を愛する人だったら、ね。だから私がしてること、今自分で体験してることをベースで分からないことを見るんです。分かりますか神様は主です。特にこの時代ですけれどもあの、例えばこのマスクあるんですね。このマスクは私、ポケットの中に入ります。 であの人々がこう考えているね大体多くのクリスチャンはこのように考えるんですねやっぱりご利益宗教の考えを持ってる人多いですでそれが何が必要な時がポケットから出しますつけてはい与えられてもう一度ポケットに入れるんですねもういつも私が「God in my pocket」ポケットにいる神だ ある面で地にのランプみたい神様はそのお方ではないですねやはり覚えてますかヨシュアの話やったんでしょでヨシュアのところが「もうあなたは私の敵ですか私の味方ですか」ネシゅが「いいえ」と答えたもうはっきり最初からこのエリコの行く前に覚えておいて「あんたではないよ私ですあなたは私の側に来なさいと」と 私はあなた側に行くんじゃなくあなたが私の後ろに来なさいだからそれが日々ですねこの主権を掴むのは大切ですね私はただ「イエス s というね神が私の道具ではない神が主です天と地を作られたお方ですよもう全宇宙以上な力一番持っているのは神様ですね だから先ほどもうずっと今週の一つ大きなテーマは信頼その方信頼しましょうということがとても大切ですねまあ覚えてますかこれ英語しか出てないごめんなさいペトロの言葉もう一度戻りますねこのペトロが若いあのその時代のクリスチャンたちですね「entrust your soul to the faithful creator」創造者である神様に自分の心を委ねなさいと。 それが私たちの大切なことですね。あ、ちゃんと日本語出ましたごめんなさい <laughs> はいまあここのリスト入れてないけど最後でこれも入れてほしいですねあのペトロのこと戻りますけどねこれが今回考えている特に決算のためにこれも必要だなと思ったのはどうしてペトロが寝てたかなと まあもちろん正しい名義であった天国はあるんだ、ね、死んだら天国は晴れるや、ね、だからその視点遠いところを見ても大丈夫だとでイエスは主ですもう誰よりもペテロそれ分かった、ね、彼がガレレーコードでイエス様がペテロ私のなことを愛してますかペテロ私のことを愛してますかペテロ私のことを愛してますか,ますか3回ほど「はいはいはい」と。 だから彼ももう思い切ってイエス様に従っている人ですけどもう一つですねこれが私も一つっごい助けになるやっぱり聖書の中で一番大きなテーマだと思うんですね主が私たちとおられるんです God is with us 主の臨在と私たちクリスタンに使う表現ですけれども主が共におられるイエス様の名前は イマニュエルとということですね神様がいつも私感じて感じてなくても一緒にいるんでしょということがそれがとても大切ですねだからあのそれが皆さんこれからのいろんなミニステリーこれから人生の中で誰でもアップダウンアップダウンアップダウンありますけれども今日の3つのことを覚えて長い目 遠いところ私たち永遠の人だといつも見てくださいそしてやはり自分がボスじゃないイエス様がボスはいで3番見えなくても一緒にいるんですということでその3つのことがあれば結構将来にもういい方法で向かうことができると思いますアメンですかはいじゃあ,あの3番 4人ぐらいでちょっとグループになって、まあ、今の,あの話神様が何を言っているかとちょっと時間を取りたいと思います,です、ね。どうぞやってください